内容なので楽しくいきましょう。ではよろしくお願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。特に村人陣営、特に CEO はありません。ですね、進行論、まあ特に1周目のこの発言でまあ精査もクソもないんですけど、一つ言うならば、訳すかしとかも村の人はやめてほしいなっていう感じですかね。うん。で、あとなんか、自分は楽しくやりたい派なんで、皆さん楽しくやりましょう。2周目頑張ります。5番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、訳すかしやめるっていうのは、すごいいいなって思った。俺が騎士でも、騎士じゃなくても、ニグッジョブっていうのを、まあ、部屋村じゃない場合ね、部屋村じゃない場合、やった方が強いと思ってるから。まあ、俺が騎士でも騎士じゃなくてもね。そうですね。まあ、僕は、まあ、やり方の違いって黒要素じゃないと思っていますね。なんか、たまに、なんか、潜伏した、占いは信じないからそこ信切りますみたいな、なんかそれって偽要素じゃないし、なんかなんだろう、やり方の違いなだけであるから、なんかそういう、例えばだけど、今例えの話だけど、そういう自分のやり方とこの人のやり方違うから、それは黒いって、それは黒要素じゃないと思ってる以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師七代ですね。4番さんと5番さんについては、4番さんは訳すかしをしないでくださいって言ったけど、まあグレー詰め盤面だったら俺は騎士が出てほしいと思ってるんで、まあ別にそこに関してはすかさないでください。まあそれを言うんであれば1周目にすかさないでくださいっていう感じかな。だから5番さんが4番さんに対して、いい印象を持ったっていうんであれば、まあそこは付け足してほしかったかなっていう感じ。5番さんに関して、まあ4番さん2周目なんだけどね。で、5番さんもそうなんだけど、5番さんに関しては思考会議としては、進行論とか、そういうので叩き合いはしないでくださいと。まあ確かにそれは同意だなってこと。進行論とか思考会議で、まあ思考会議は別にいいかもしれないけど、進行論だけでなんか叩き合うのは無駄な時間だと思ってます。太鼓出てきたら、まあ強人なのか人狼なのかしっかり精査します。自分が占い師七代、以上。7番のプレイヤーが発言します。はいはい、おでんです。よろしくお願いしますね。6番さんが七代、で4番さんから発言が始まって、まあ4番さんはまあ楽しくゲームがしたいというようなことを言ってたから、まあ、そうだよねって思って聞いてたぐらいかな。まあおかしい要素は拾えてませんね。まあ2周目4番さん頑張ってくださいぐらいに思ってます。でまあ5番さんに関しては、まあなんだ、まあ、やり方で、まあ、まあ、真に一斉決めるのはやめてほしいっていうことを言ってて、まあ、プレイヤースタイルだよね。そこら辺はね。まあまあ、言ってることはわかりますよって思って聞いてました。5番さんちょっと、まあ置いときましょうか、現状。はい。そんぐらいかな。そんなに色落ちないけど、まあそんな率直に4号が別に今のところはね、まあ現状ではそんなに怪しく見えてないかなっていう感じがするね。わからんけどね。あくまで、今の位置でね。もう、6番さんに関しては分からんしね。特段なんか、新っぽいなとか、偽っぽいとかはないかな。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、占い師でした。2番さん、ランダム白です。お願いします。2白です。はい。
4番さんから、言うと、4番さんって、結構発言を残して切ってたんだよね。だから精査ができないんだよね、4番さん。だから2周目しっかり話してほしいと思ってるかな。だから精査ができないから、4番さんは判別ができないと思ってるかな。で、5番さんは、そんな4番さんを印象いいって言ったのは、あんまりどうかなと思ってるかな。まあ、言ってること自体は別にね、だって普通のことでしょう。だから別に4番さんが印象良くなる理由がわからないと思ったかな。だから7番さんにも同意かなと思ったかな。ごめん、いっぱい叩くけど。はい。だからまあ、6、7の囲いも全然見ていかないといけないかなと思ったかな。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。わからないですね、占い師は。そうですね。4番、5番っていうのは、そうですね。だったら、炙ったらね、すればいいじゃないですか。うん。炙り行為を行ったらすればいいじゃないですか。進行論に反してるから。そうですね。守りたいものがあるなら、守れないんだったら、やればいいじゃないですか。まあ、だから2周目ですよ。進行論に反してるかどうか。うん、まあ、ストラドがね、あの、アーマー、あの、炙りだし、もういらないですよ。役を語ることはもうリア強プレイなんで、制裁ずりしましょう。うん、いいね、そんなプレイヤー。もう論外なんで。村を残して狼釣りたいですね。SG1 の村人を残して白狼を釣りたいですね。まあ、楽しくやるためにはちゃんと頑張らなきゃいけないですね。6番じゃまだわからないです。まあ、6番さんに言えるのは、仮に8番さんがね、黒を打たれた場合に、村に黒を打った場合ですよ、6視点ね。どうやって6番さんは芯取るんですか、2日目。うん。1番のプレイヤーが発言します。ああ、なんか、クロちゃんとしては若干合わないかな。6番さんの方が自分真だと思ってるかな、今のところ。うん。6番さんの、感情をグレーズの場面だったら騎士が出てほしいしとかどうのこうのって、5番さんがああいう発言した後に、6番さんがそういうふうに言ったっていうのは普通に占い師感情だと思ってたから、うん、6番さんの方が真が高いかなと思ったんだけど、8番さんの、6、7を囲い見ていかないとならないかなっていうか、7番さん視点は若干変だなっていうふうに思ったから、6真だったら7強人だから8番なんじゃないかなって思ったぐらいかな。うん。4番さんは、まあ、約少しとかやめましょうみたいな2周目位置なんだけど、完全に。まあ、ただ暗いなっていうふうに思ったかな。で、5番さんは、なんか5番さんの言ってる理論だと、なんか村が濁るだけだなっていうふうに思ったから、なんか5番さんの言ってることが全然意味がわからないなっていうふうに思った。うん。それが7番さんはわかる、言ってることがわかるっていうふうに言ってたから、っていうふうに思ったかな。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。7番って5番に対して5番潜伏占いかなっていうのを言おうと思ったけど今はいいやって言ったから7番ちょっと5番に対して言おうとしたけどやめたじゃない。それって5番が潜伏占いの可能性あるなって言おうとしてやめたの。そこは気になったけど、なんだかな。8番って7番となんか指摘が7番と一緒だったみたいなこと言った気がしたんだけど、僕の気のせいかな。気のせいであったら申し訳ない。にもかかわらず、7番に関してはいい評価するんかなと思ったら、そうでもなかったって僕一緒だったんだけど、違うんかな。7番が5番にいいって言った視点がおかしいと思ってるから、7番も変や、6、7囲いあるって8番言ったんかな。そこはなんかよくわからんかった。ごめんって感じかな。4番2周目かな。7番に関しては若干。3番のプレイヤーが発言します。なんか8番って超絶怪しいこと言っちゃったんだけど、6番っていうのは4番に対していいなと思った。あ、違う、ごめんなさい。6番さんっていうのは、5番4につけさせって言ったんだね、発言的にね。うん、それで指摘してるってことは6番っていうのは5と4の差がついてるんだ。ところが7番っていうのは4を頑張って。で、5はそれはプレイスタイルだからいいんだよね、みたいな感じで認めちゃってるんだよ。6と7で4号の精査の判定基準がおかしいのに、8番っていうのは7番さんの目線と一緒と言っていながら、7に同意と言っていながら6、7の囲い見るの。ってことは、まあ、ラインでは繋がんないよ。8と7っていうのは同時陣営とかってなっちゃうとか、意味わかんないこと8番言ってんだよな。それがちょっと俺気になったかな。あとグレーで気になったのは何だっけかな。9がね、いきなりね、6を死んで見てるって言うんだよね。まあ、4、5を見て、
なんだろうな、村を残して狼ついた、それみんなの意見だから。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6、8の精査、占い精査について、現状どっちが進化っていうのは、まあ別にぶっちゃけた話、一周目の発言から別に俺はまだどっちかはついてない。ただ一つ引っかかったのは8番って結構いろいろ叩いてたんだよね、俺とか5番とか7番もいいとか言いつつも、そう、3番が言った通り6、7のかっこいい持ってたって言ったけど、もし8番が真じゃないってなった場合は、ローっていうよりは強靭位置なんかなって自分は思いましたね。で、5番が僕に印象いいって言ったけど、で、その役を透かしはっていう発言はいいなって言ったんだけど、自分が騎士なら、騎士じゃないなら的ななんかちょっと曖昧な発言をしてたっていうのがちょっと気になりました。別に透かしとは思ってないですけど、なんか、っぽいなとは思った。言うと、1に関しては、9は別にいいんかな。で、1番って結構6番をもう、新置きしてるから、そこもちょっとまだ早いんじゃないかなって自分は個人的には思った。2番は、91の精査が全然できてなかったので、2周目ちょっと頑張ってほしいなって感じ。わからんわからんばっかり言ってたらちょっと困るので、3番、3は、現状1番どっちか分かってません。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい。4番は、霊能の、位置とか気にならないんですかって思いましたね。だから4番ちょっと2周目怪しいなって思いましたね。で、占い師で言うと、8番が偽かなって思ってる。4がいい理由が分からないって言ってるんだけど、俺は4番の役をみんながね、勝手に透かさないことがいいなっていうことで、理由も言ってるから、8番目線でなんでいいのかわからない。いや、理由言ってるけどって。4番も5番も怪しくて、6、7の囲い追ってるんでしょ？こんなシーンないと思ってる。だから、その城先である2番の発言もおかしいかなって思っていて、7は引っかかりがあって、他はわからんって、なんだそれって思いましたね。2番目線で7だけ引っかかって、他わからんって結論。で、3番についても、9が気になるくらいで、なんか着地が分かんないんだね、結局。占い師どう見てんのって。俺、8人制だと思っていて、その城先の2番と3番おかしいなと思って、ただ2周目の4番目もおかしいなと思った。2番、3番って占い師、どう思ってんのって言わないのおかしすぎるなと思ってる。9番についてはね、なんかもう、精査不能1かなって思ってるかな。まあ、9番。まあ、炙るのが嫌だっていう、まあ、同じ感覚の人だなとは思ってるけど。そんな感じですね。まあ、2周目4番が霊能を出さなかったのが気になりますね。で、2、3、まあ、いいや。8人制だと思ってる以上。6番のプレイヤーが発言します。ああ、5番さんはもうシーンを決め打ってくれてるんだね。いや、まあ、それは嬉しいことだけど、それであれば5番さんって役職じゃないといけないかなと思ってるし、この盤面ってグレー詰めでしょ。まず騎士出てもらっていいですか。俺初週にもう言ったんですけど、グレー詰め盤面だったら騎士出てきてほしいって。グレーに騎士がいるんだったらそこ釣ったら結構村弱くなっちゃうんで、出ないですか。じゃあグレーの中にいないってことですかね。白先でも全然いいっすよ。3騎士太鼓は霊能騎士太鼓いますか。いないっすね。じゃあ1、3もう死んで決め打ちますね。そうなった場合9、4、5で精査するんでしょ。じゃあ5番さんは俺占いますね。で、7が騎士。はい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 。ああ、なるほどね。そういうことで。ちなみに3番さんが、9番さんが俺のことを死んで、決め打ってるって言ったけど、9番さんの発言からは俺を死んで決め打つみたいな発言はなかったと思うんだけど。9番さんが、8番さんが例えばどっかに黒を打った場合、6番さんってどうやってシーンを取るんですかっていう発言だったから、そこに対しては別に、って思ったかな、ちょっと。で、なおかつ9番さんは、なんか制裁釣りしましょうと、スラとかなんかあった場合、制裁釣りしましょうって言ってから、今の3番さんの行動って、9番さんに対しての喧嘩を打ってるようにしかならないから、9番さんの釣り地って多分2周目では3番さんか、
にしかならないと思ってる。だから3級ローローっていうのはないなと思ってる。8番さんに関しては、まだ今日かローかっていうのは分かってない。4番さんに関しては、2周目全く、2周目に関しても精査が全く不能なんで、ツリーチェ上がってる。5番さんに関しては、とりあえず自分のことを信じて決めてるんで、まあ、占い値ではあるかと。7番のプレイヤーが発言します。あのね、あの、騎士出さなくていいから。うん。なんでグレーでね、釣り位置に上がったら出るでしょ、騎士って。うん。もう騎士先に出そうとしなくていいから、本当に。で、3番のコードもわからんし、騎士を出したかったんか、回したかったんか知らないけど、あの、アーマーの仕方わかってないから、普通に3番さんって別に俺白く見てなかったし、人外に見えるんだよ。やめてほしいの、それ。本当にやめてほしいの。うん。なんでそこまで騎士出したいの？俺が騎士の可能性もあるでしょ、6番さんして。普通にグレーで釣り位置言って、そこが騎士だったら出るでしょ？怪しい位置普通に釣り押したらいいんだよ。うん。で、透かしたらダメなんだって、だから、勝てると思ってんの、これで。黒落ちそうだなってさ。別に俺、紙位置でもなかったと思ってるし。いやー、心情的には3釣りたいんだけどね。3が村で、ああまあやった可能性がゼロじゃないんだけど、まあ3釣ろうか。うん。いや、マジで意味がないから。うん。いやー、まあ1に託すわ、これもあと。はい。俺死ぬだけなんでね、もうこれ。はい。いや、騎士出す出さないはその考え方違いあるんだけど、基本的には怪しい位置釣りをしときゃいいんだよね。騎士出す前に。出るからそこが記事だったら、はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、3番さん釣りはいいと思います。強人っぽいかなと思ってるけど、別に、3番さんの色もわかんないし、占いたくもないから、3釣りでいいと思ってます。はい。で、3番さんって、9番さん、1番さんが6番さんを死んで見るって言ってるのにもかかわらず、3番さんが9番さんって間違ってたってのもあるしね。まあ、その把握漏れが、人外じゃないっていうのもわかるけど、3番さんのムーブはおかしいと思ってるかな。と思ってるかな。そうね。まあ、5番さんの、4番さんの例の出さないって言ってる、気にならないって言ってる視点はまあよかったと思ってるけど、3番さんが強人の場合は6番さん、ローが、硬いから、6番さんで5番さんを弾いてる人物だから、占い値って言ってるからね。どうなんだろうって感じかな。一番色が見えないのは9番さん。なおかつ役でないんだったら9番さんはおかしいと思ってるよ。だってグレーの考察全くしてないから。かなと思ってるから、9番さんが、しっかりグレーの考察してくれて、なおかつ、その精査が良かったらいいと思ってるから。ただ現状は3時点で9かなと思ってる。3番さんがローで逃げ切ろうというムーブにも見えないこともないし、3番さんって6を死んで見てるから村でもいらないと思ってるかな。はい。今のところ3時点で6で開けておきます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、3番いきます。はい。3番ってね、把握漏れしてるんですよね。6番を信じたのは1番なんですね。9番は別に6番、8番の精査はつかないんです。まあ、触れませんでしたけども、騎士を出た場合、あなたがものすごい芯取らないと、3番みたいなものすごい変なプレイしたやつに黒打たれた場合に、こんなのかばいきれないんですよ。1なんて出させるプレイヤーは超三流なんですよ。初番っていうゲームがあってですね、昔ね。まあ、果実ですか。はい。3番みたいなしたプレイヤーは血祭りにあげられるんです。絶対に釣るんです。だからそんなプレイヤーはいないんです。あんまり。いるはずがないんです。この2にはね、ゴキブリ並みに繁殖してるんです。ゴキブリ駆除しなきゃいけないんです。だから3番いきます。意思を守れない気持ちがない人間なんかメンタルはもう人外だから3釣り。アーマーになってません。黒いやつがするアーマーなんて価値がないんです。発言で白くなってからアーマーしましょう。今日のアーマーなんて価値がないです。はい。7番が決めるもんです。3番のプレイはアーマーになってない。だからあなたの行動はもう人外行動です。はい。役、炙り出しの一環です。はい。あなたが騎士で、あなたが騎士じゃないのに、精査を楽にするために、
騎士を出させた。論外です。だから3番釣ります。はい。何があっても3釣ります。3番に行かない占い師を明日釣ります。制裁釣りだ。必ず釣るんだ。3番みたいなプレイした人間を。撲滅するんだ。消すためには3番を意地でも釣るんだ。できない占い師に1票入れる。以上。1番のプレイヤーが発言します。まあ、どうなんだろうな。ヒロちゃんは今回村かな。だけど自分3番さんではないと思うかな。3番さんはその、なんだっけ、うん、1が6を死んでみたんだよ。なんだけど、まあそこが別に捏造とか把握ではなくて、多分、言い間違いかなんかだとは思うんだけど、っていうかその前の段階では、多分、3番さん自身は6死んで見てるんじゃないかな。うん。ああ、だからちょっと発言矛盾が若干起こってるかなっていうふうにはなるけど、後半で。うん。まっとうだったと思うんだよね、前半。8って超絶怪しいこと言っちゃったと思ってるんだけど、7は4に頑張ってこう、プレイしてるみたいな。言ってて、8って7の目線と一緒って言いながら、6、7の囲い売るのっていうのは、じゃあ、ああ、すごいいいなっていうふうに思っていたんだよね、自分は。で、3番さんが騎士使用して、スラをしたのは、別に、その興味があるローとかではなくて、ローだとかではなくて、普通に自分霊能一覚しているからこれすら下げてろうだっていう時はありえないんだよね、やっぱりね。であって、まあそういう、そのローだったらやらないでしょ、論ではなくて、発言が合っていて、しかも多分5騎士だと思って3騎士使用したんだと思うんだけど、7騎士だったら最初から言ってればよかったんじゃないっていう風になるし、うん。まあ7騎士格なんだけども、7番さんはカマレケネがやっぱりあってほしいと思ってるから、6番さん。8番さんが7白7神ってあると思うから、7番さんは出なきゃなんなかったと思うから、だから3番さんは出てよっていう風な感じだから、一番4番さんに入れたいわ、4番さんの色みたい。2番のプレイヤーが発言します。これだけはしてください。3番さんちゃんと次の発言と言ってください。8番が7番とに対して視点が一緒なのに、7、6、7の囲いを追ったように僕は聞いたんだけど、間違ってたら9、1が全く突っ込まないから僕が間違ってんのかなって言いながらも、それを指摘したのが僕が1番です、1番さん。僕が最初にそれ言いました。自信はなかったけど、なんで3番自分があたかも考察しましたみたいに言ってんの？ちゃんと次の発言って言ってください。2番が、確かに2番は自信なさげに言ったけど、それは合ってたよって、なんでその1周目に言ってくれないの？で、あたかも自分の考察のかのように言ってさ、僕、5番行きたいけどね、一番さん。2番、3番は、6番、8番に、どうのこうのって言ったけど、なんだっけ、占いの真偽もどうつけずにどうのこうのとか、どう見えてんの占いは、とか、3番なんて8番はどう、強人やどうとかって知らなかった。で、6番が真やって言い切ってたけどね。2番に関しても僕は自信はなかったけど、8番がそう言ってるんやったら変よっていう話をしてるんだけど、着地点がどうのこうのって、5番よりはよっぽど考察してたと思うけどね。霊能に気にならなかった4番が怪しいって、人外の方が霊能出てほしいやろ、そりゃ。ツーグッジョブじゃないわ。霊能が2回見れる可能性が出てきちゃうから、潜伏で成功されると、するぐらいだったら、出てきてきてほしいから、普通に。連神したいから、5番の方が人外宿やと思ってますね、4番より。だから5番に行きます。はい。3番さん、ちゃんと言ってください。2番の思考を借りました。3番のプレイヤーが発言します。俺一言もしても6シーンなんて言ってない。ただ8番の目線と合わないって言っただけ。8番が6、7の生産について、食い違ってること言ってるのに、6、7つなげるのおかしいって言ってるわけ。9番って8番発射で繋がってんじゃないの。で5番っていうのは把握漏れしていて、8番っていうのは4のことを怪しいなんて一言も言ってないからね。8番が一周目に行ったのは4番判別できないって言ってただけだから。5番捏造してるんだよ。ということは5派生として8と繋がらないのかと思った。俺8って絶対人外だと思ってるからね。で、8が俺に来るって言ってるんだ。ということで、まあ7番さん岸田進行、結構ですよ。あんたが出たのが勝手じゃない。俺にずっとアーマーさせとけばいいじゃない。乗っ取りなんかしねえって。ああ、釣られる位置になったら釣らするだけなんだから俺っていうのは。岸のまんま死なねえよ。何言ってんだ7番、ポンコツ。6、7疑われてくから俺っていうのは分かんなかったから、まあ、9番発生だと8で繋がってんじゃない？ 9 番っていうのは6の芯がついてないんだよ。言ったよ。俺が言い間違えて、1番っていうのが6番の芯高いって7番強人目かなって言ってるんだよ、1番っていうのは。知ってるよ、覚えてるよ。俺が言い間違えたんだよ。で、2と同じ目線で言ったんだけども、2は白先なんだよ。だから俺が2番と同じ意見なんだけどって言うと、3番は2番のすり寄りって思われちゃうんだよ。俺はグレーに1にいるから。わかるかい、2番。
全く心理分かってねえな。4番なんか2周目何にも発言残してないじゃない。俺は明確に1周目から6番と8番について差をつけてる人物なんだね。発言を残そうが3番釣ります。強人どこにいるんだい。そして3番に行かない占い師に今日は行きます。9番私は3番に行って、3番に行かない占い師を俺は9番の発言絶対許されないからな。俺は人格を否定する誹謗中傷暴言、9番守ってねえぞ約束、宙釣り全プレイヤーの発言。ん？俺は3番釣ります。自分のために釣ります。3番のようなプレイが許される人狼殺だったらもうこの人狼殺は終わるんだよ。俺を釣る人狼殺だったらもうそれはそれまでなんだよ。3番しか俺は行かない。投票が終了しました。発信進行を取る。追放送されるプレイヤー、6番が決めた。4番もう俺の1票はいらないってことだ。夜が更けました。これで8番を釣れない村はもう終わっている。発言が伸びてるから釣らない。そういう人狼殺をやるからこういうのが増えるんだよ。もう3釣りしかない。でも6番は入れなかった。だから6を釣る。俺の1票はもう6番を入れます。君から見て誰が人狼に勝ち負けの問題じゃんもうなくなった。だから3番のプレイはあってはならないプレイだ。アーマーとかそういうプレイはあってはならない。昨夜はもう6番に俺は行きます。勝ち負けじゃないから。発言ターンに入り1番のプレイヤーが発言します。なんとですよ、はい、4黒です。そうすると、5番さん隠し色なんだね。あ、よかったー。自分、5番さんもね、若干迷ってたの。5番さんの初動からのムーブって、あれが騎士じゃないんだったら結構人外目高いかなっていうふうに思っていて。まあ、人外だった場合巨人なんだけど、まあ、そしたらもうほぼ勝ち確じゃないかな。4黒落ちてます。7番さんどういう風に思う？これ3番さん、9番さん村だと思ってんだよね。どうだろう？その暴言誹謗中傷とか、なしね。なしだから、もうそういう言葉をみんな使わないでいきましょう。村だと思うなぁ。だから占いに色が出ているっていう感じで、占い色出したら終わるんじゃないかなって思ってるっていうのが結果、まあ、2番さんは4番さんから外そうとしたから、2番さんはローとしてあり得るから、まあ、6、8って釣って終わらなかったら2番さんなんだけど、今日8番さんに私は行こうと思ってるから、7番さんは訂正してね、おかしかったら自分が。まあ、4黒は結果は本当です。はい。で、5が隠し色になっているっていうことは、もう、あれ？違うか。そしたら2なのかな？おかしいじゃないの。2番のプレイヤーが発言します。待ってくれ。1番ちゃん待ってくれ。待ってくれ。3番も9番も4番に入れとらんぞ。待ってくれ。それはちょっと待ってほしいわ。5番が隠しろやろ。まだ5番の強靭の線があるから6月釣り切ってよ。5番強靭の可能性あるから僕は5番が人外やと思ってるから。はい。まだわかんないから。いやー、きついな。4黒で5番が隠しろとか、やべえっすね。なんか、6、8釣り切ってもらえるんだったら、いいっすよ。先にそっちしてほしいっすね。6村だから、3級どっちか狼、6、8新境の可能性もあるから。って感じっすかね。はい。3番も9番も、だってこれお互いに入れてんじゃないの？ 3 級って。ほら。ほら。だったらさ、で、4番が3番に入れてることから、4、3は否定されてて、4級の可能性もあるんじゃないの？ 1 番さん。まあ、8番行こうよ。はい。って思ってますね。ごめんなさい。はい。漫画村やったらすごい、なんか、生きり倒して、生きりじゃないの、怒って言われそうで怖いです。はい。今日8番から行きます。4、3は見えないから、グレーにいるとすれば4、9で、
6、8、心境の可能性もあるんかなと思ってますね。そんぐらいです。3番のプレイヤーが発言します。4番さんっていうのは2周目に6、8の精査ではなくて6、7どっちの精査がついていないって言った人物なんだぞ。それ誰も拾ってないのかい。で、8は今日じゃないかなって言ってる人物なんだぞ、4番っていうのは。だから発言的に一番おかしいのは4番なの。ところが直近で9番っていうのがめちゃくちゃ感情的に暴言まで吐いてゴキブリ扱いして俺のこと叩いたから、俺っていうのは9番と釣る意味になっちゃうじゃない。やめようよ、そういうの。9番。9番こそ、6、どうやって芯見るの？どうやってあなた芯を勝ち取るのって言ってて、じゃあ9番っていうのは6と8の精査してないじゃない。そうだろ？騎士を出した。はい。騎士出しした。それで俺が黒い。それだけど感情釣りしてんじゃん。見てみな。騎士生きてるじゃないか。霊能も生きてるじゃないか。で、4釣ってるじゃん。俺っていうのは4っていうのは発言的に超絶怪しいから、それをぶったたこうと思って準備していたんだが、めちゃくちゃ邪魔だよ、9番。9番強靭なんじゃないの？何狼を守ってんの ?9 番。ちょっと反省してくれな。俺はあなたに対して誹謗中傷暴言は一切使わない。理論で武装する。必ず勝てる。ただ、今回は急釣りじゃねえんだ。OK。勝手に決めて。気を合わせるから。村に。5番のプレイヤーが発言します。はい。3も感情的になって反発してるから、それやっちゃうと終わんないからね。てか、俺占いないでしょ。だってさ、5、6、7、1でさ、思考当てて4つってるんでしょ。俺占いかよ。同じ思考で4つってんだよ。マジでって思ったけどね、これ4、2、4、2、6、8、9でしかないでしょ。俺占いか。俺占いないだろう。同じ思考で4つってんだよ。で、2番っていうのは、あの4番がね、霊能出さないのって、あれって失言ってか、あれミスだと思ってるんだけど、2番ってその4番に対して、いや、人外だったら、霊能を出すって言ってるんだよ、2番って。フォローしてんだ、4番の。人外だったら霊能出すでしょって、どういうことなのって思いませんか？それ聞いて、だからそれで2番って5番に行くって言ってたら、その精査なんか2番のができてるって、2番が言ってたのって7に違和感で他分からんって言ってるからね。で、3番については6進って言ってるよねって言ってるけど、3番がその後に、いや言ってませんよって言ってんじゃん。これ、俺らないでしょって思ったけどな、なんで俺なのって。4、2、ロール、8、強だと思う。2番落としていいと思う。以上。6番のプレイヤーが発言します。いや、俺は初週の段階で、5番さんを占いますっていう風に言ってたし、5番さんがその思考開示、思考とか進行論のあれで叩き合いをしないでくださいって言ってるから、別にじゃあ思考が同じだからといって、じゃあその人を村で見るかどうかっていうのは、多分その人の考え次第だと思ってるから、なおかつに、5番さんっていうのは2週目の段階で俺の発言をまで聞く前で、6、8の発言1回しか聞いてないのに6の方が真だと思うよ。だから8に行くって言ってる人物でしょ。もうそこで占いの真偽を決めてる人物だから、俺からしてみればすればすり寄ってんのかなと思って気になったから5番さんを占ったって感じかな。心象的には9番さんかなっていう感じ。まあその発言的に言うんだったらね。うん、ただ3番さんは、7番さんに対してもうちょっと暴言入っちゃってるから、まあまあまあ、そこは気をつけようねって感じかな。ただ、8強2浪とか、8浪2強はあんま考えにくいかな。今の2番さんの発言で8番に行くって言ってるし、ただ3番さんっていうのは、明らかに、釣り位置を上げ、6、8、審議をつけて発言してもいいにもかかわらず、村に票を合わせるよって言ってたから、そこは若干どうなんだろうっていう印象かな。別に3番さん目線での6、8の審議をもうちょっとしっかりつけてもらってもよかったんじゃないかっていう感じ。まあ、今日は8番行ってもらって、3級のどっちか占おうかなって感じ。以上。7番。のプレイヤーが発言します。はい。まあ、ほぼ8、6、ロラって終わる。で、8釣るんだ。で、まあ、普通に、6番さんは2番占って、2番占って、多分白出るから、多分この人強靭だからね。2番さん強靭だから、8釣って、終わらんかだったら6釣り切る。釣り切って、最後3。はい。絶対2番占ってね。はい。
でね、まあ、覚えて帰って、本当これ、覚えて、騎士を出すのが先じゃないんだ。基本的に占い師一角以外の場面は基本的な潜伏試合から騎士ってね、まずは怪しい位置を釣り寄す。うん、で、そこが騎士だと出るから、出るんだ。でね、騎士があとはもう自分で出た方がいいかって判断した時に騎士が出ればいいから、自分の意思でね。6番さんが信頼して騎士出したい気持ちもわかるんだけど、7番騎士っていう可能性もあるし、透けちゃうんだ。乗っ取りやすくなるんだ。だからまず怪しい位置を釣り押す。順番的にはこれが先ね。はい。で、9番も、3番に対して言い過ぎなんだけども、まず3番さんの行動がおかしいから、それは。村が3は釣っても白しか出ないと判断してから4番に行けたんだ。はい。ほぼ3釣られてるからね、これ。普通は3釣られてるよ。そこは3番さん学んでね。はい。アーマーの仕方が分かってないならあまりやめた方がいい。はい。アーマーって当たらめったするもんじゃないんだ。はい。くらいかな。今日は8釣り。で、6釣る。で、6が2番占い。はい。で、2種類が出たら、6釣る。で、おらんかったら3釣る。はい。その順番。まあ、多分、ロラったら勝てると思うけどね。今日は8釣りね。8釣り。まあ、多分、これでほぼ終わると思ってるけど。8番のプレイヤーが発言します。はい。8釣りは絶対飲めません。なぜなら僕は死んだからです。はい。ただ、絶対今日6番さん、占いから行くなら6番さんから行って、かなと思ってる。もしくは3番さん。3番さんって、あたかも自分がいい精査を残してるようなことを言ってるけど、3番さんって結局、叩かれたから9番さんが怪しいって言ってて、3番さんって7番さんも怪しいって言ってんだよ。記事なのに。はい。で、まあ、4番さん投票できてないから僕が偽に見られるのはしょうがないと思ってるかな。ただまあ僕が釣られた場合は絶対2番さん、白だけは覚えといて。マジで。で、なおかつ村にお願いしたいのは6番さん行ってほしいと思ってる。かな。そしたら僕は3級を占えるかな。多分3番さんがローでやってんじゃないと思ってる。だから、6強陣の3、4ローロ。だから6番さんって、後半1の7にしろっていうのも出せたと思ってるかな。はい。ただ4番さんで、黒が落ちると思ってなかったんじゃない？多分シーンを勝ち取ろうとした強人かなと思ってるかな。はい。まあ1番さんがもう、6、8でも8行くって言ってんだったらもうしょうがない。その時は2番さんの白だけは分かっといてね。2番さんと5番さんね。はい。まあ5番さんは隠しだけど。はい、以上です。10番のプレイヤーが発言します。うん。6、8釣り切りが大事ですね。強人がいるかもしれないんで。絶対釣り切りますよ。はい。まあ私は宣言通り6行きますよ。うん、言ったでしょ。3番っていうのを釣らなきゃダメなんです、このゲーム。7番さんの言葉を噛み締めてくださいね。人間のね。まあ3番、6番はゴキブリですからね。これあなたたちを褒めてますよ。こんなに生命力があって、人にうざがられて、迷惑な行為しかしてない。私、褒め言葉で言ってますよ、これ。誹謗中傷じゃありませんよ。人間じゃないんですから。おめでとうございますよ。人の心がないんだからよ。騎士を思う気持ちがない占い師、騎士を思う気持ちがない須村。ゴキブリで十分だろ、君たちは。誹謗中傷。心がないプレイヤーなんてゴキブリだろ。いや、褒めてるよ。生命力があり溢れて。そして人に迷惑をかけても何とも思わない。騎士の気持ちすら考えられないプレイヤー。俺は褒めてるよ、むしろ。褒め言葉だよ。3番、6番。俺は6を釣る。3番に行けないプレイヤーは許さない。宣言した通り、死んでも俺は釣る。制裁釣りを入れる。うん。7番が述べた言葉を噛み締めろ。騎士は勝手に出るんだよ。対抗に黒打たれたらどうやって死ん取るんだ、6番みたいなプレイヤーが。君じゃ無理なんだよ。だから騎士を出させるな。実力ないプレイヤーがやるプレイじゃない。3番、アーマーにもなってない自己中心的なプレイで、7番間騎士から説教されるプレイヤー。お笑いだよ。ゴキブリは消えろ。まあ、6、8すり切って2番行けばいいんでしょ？以上。はい。全プレイ。その疑いには、どんな根拠があるの？
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。俺伝えるんだ。まあいいんじゃね。5番さんが2番さん。なんで5は2にって。2、わからん。強靭だから。5番は強靭だから。だから勝てるから。3番。ほぼほぼ2だ。終わらなければ2だから。5番は強靭の仕事してるから。3、4、8強かな。だからもう8で終わるのはわかりきっていたけど。これはまあどうせ勝てるから6への制裁。6が死んだら。ライオン丸ちゃんとジョジョさん、俺はすごい今怒りたいんだけど、怒ってもいいのかな。やめよっか。7番の言葉を噛み締めて、君は怒れるのか、俺に。7番の言葉を聞いたか、君は。はい、俺が死んですね。狼さん、おめでとうございます。夜が更けました。黒連れてんでしょ？人狼に気をつけてください。だから8すれば終わるから。だって5番の行動は強靭だから、もう。だからもう8を釣るよ。これ8釣らないとは言ってないから。6、8をロラするって言ってるから。5番が2番に行ってんだから強靭でしょ、多分。そうじゃなくても8は確定で行くよ。8の方が人外だから。何者かの人外だから。うん。感情で3番には行かないよ。8行って2行くよ。しゃあないもん。だって6死んだでしょ、村目線。夜が明けました。うん、だってチャットも遅いし。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番のプレイヤーが発言します。うん、7番ちゃんさ、5強じゃないかって思わなかった。うん、6、8爪切りを切る前に2番から詰めますって言った。だから大丈夫。5番がめちゃめちゃ強靭やと思ってるんやけど、僕。9も、9も3も6に行ってるんやろ。それ6に行きたいのって2番を隠しろ作りたくないからでしょ。ねえ。いや、ってことは8強靭で、でも4-3は見えんのよなぁ、と思ってるんやけど。3番って割かしつられ位置で、4番が3番に投票してるんだよね。4番は9番に投票してるとは言え、あんまり4-3には見えてないから、8強なら4強かな。ただ5番がめちゃめちゃ強靭やと思ってたんやけど、7番はそうでもなかったよな。2番が強靭やっていうからな。5番の発言がめちゃめちゃ強靭っぽいから、8で終わるかなって気もしてるけど、終わらんかった場合は4-3よりも4-9かなって思ってるかなって感じですね。なんで6いった？別に6人に占わせればよくないかって感じで思ってます。はい、今日8いきますね。3番のプレイヤーが発言します。はい、そうだな、8番さん、何俺に黒打つんじゃねえんだ、白なんだ。俺っていうのは初週から8番の目線と違っていて、6を信用してると言ったんだが、冷静に考えると、6票4球ローローに見てきたんだよね。で、ムラリがあるない関わらず、行動的にね、自分はアーマーでも何でもいいんだよ。だから俺は7番さんから騎士が出るとは思っていなかったから。グレー1で、言ってたじゃん。俺9番さんに叩かれる前は、発言的に全く目線がバグってる4番を釣り押そうと思って、全部メモに書いて用意してみたんだけど、それがチャラになってしまう。まあ、ゴキブリという言葉がね、褒め言葉だったということでありがとうって言いたいんだけど、あなたマーク何もついてないから、今日は申し訳ない。9番釣られて。それから8釣って、これで勝てなかったら俺たちの負けだから。縄足りてくから。9番縄計算ぐらいしっかりしようぜ。でも、うん、6に行ったってことはあなたっていうのは身内を裏切ったのかなと思った。そうまでして生き残りたいのかな。アクション出したって無理だよ。発言センスで一生懸命頑張ろうぜ。そういえばあなたっていうのは6番さんに対して初週から突っかかってたよね。そうやってラインを薄く切りながら最後6を切り捨てて自分だけ生き残るという図式だ。ありがとう。うん、俺もゴキブリだからね、一生懸命頑張るよ。生存欲強いから。マークの何もない9番から釣る。いいよ。5番のプレイヤーが発言します。はい、だから4、2、ローローの8強でしかないでしょ。だからもう3球がずっと喧嘩してんだからさ、もう2番行くしかないでしょ。これで、占いローラーして、7番噛まれて、3球が共に入れ合ったら2番釣れないでしょ。もう、
だから2、だからさ、2番ってさ、8つって終わんないこと分かってる精査してんだ、ずっと昨日から。2番ってどの視点でいつ占いが新居になり、どの視点でいつ4番の相方がグレーにいる考察になったわけ。2番って8で終わらないこと分かってる人物なの。だからこれ負けるよ、これ。まあまあ、もう占い行くんだったらもういいけど、明日その7番がもう、あの、指揮取ってくれ。明日釣るとこ、ここに合わせるっていう風に言ってくれ。じゃないと、3級がもう多分ゲームの勝敗関係ないと思ってるから、もう喧嘩し合ってるから、互いに入れ合って2番が釣れなくて終わるから、ね。昨日2だから、昨日さ、黒出てるのはクロストで、もうグレー詰めだ。もう、7番の次釣るとこ指示してくれ。これね、3級が喧嘩して入れ合って2番が生き残るから。まあ、占い釣るなら占い釣るでいいけど、次の日の7番の指示に従えって言ってくれ。7番のプレイヤーが発言します。はいはい。あの、6番さんは釣らないでほしかったね、昨日は。絶対に8釣って、まあ、6番が2番占えばよかったから、絶対に、6番釣らないでほしかったんだけど、釣っちゃったから、まあ、今日は絶対に8行ってね。はい。絶対に8行きなよ、今日は。8行って終わらんかったら、仮にね、仮に終わらんかったら最終日2と3の精査してくれ。はい。9番さんもほっといて。2と3ね、最終日。これ、騎士権限ね。2と3の精査して。で、8で終わらなかった時に、あの、まあ、3番さんは釣られたら、ま、それはしょうがないよって思ってるかな。はい。まあ、ただ、2番のね、あの、まあ、5が強靭だっていうの分かったよ。うん。2投票してたから、昨日ね。占い行かずに2番、あの、2番に投票してたから、まあ、5が強靭結構あると思ってるから、まあ、割と8番で終わると思ってる。はい。くらいかな。あと、8強靭のね、2、4ローだったら多分2番は、もう6神に行くしかないと思ってるから、あそこで言う以上に、霊の神に行くのはね、結構な心臓を持ってるよ。占われたら終わりだからね。まあだから、多分8で終わると思ってる。うん、多分ね。はい。今日は絶対に8投票ね。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、僕は黒、もう9番さんが黒ね。だから、8釣って絶対終わんないから、その時は9番さん行って。わかるかな ?5 番さんは、2番さんの黒を追ってるけど、2番さんは白。で、俺が強靭だったら5番さんに白なんて絶対打たないよ。わかるかな、いい?絶対終わんないから、俺は9番さん入れるけど、絶対終わんないから、だから 2の黒とか絶対折ったらダメ。わかるかな ?3 白ね。俺はもう3、4ローローで折ってたから3番さん占ったら3番さんが強靭ムーブしてる狼だと思って3番さん。で、3番さんって4番さんに行けてないでしょ。だから3番さんだと思ったけど、9番さんがローだったっていう話ね。はい。うん、絶対終わんないから。いい?マジで僕は死んだから9番さん行って。みんなが俺が偽要素って言ってるのは、俺初週の話でしょ?しかも僕は4番さんが、結局ローだったんだけど、4番さんって発言してないから、精査ができないでしょ。だから5番さんと7番さんが印象いいって言ってる意味がわからないって言ったわけ。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。うん、8、4、ローローでしょ。あなたが死んだらさ、飲めるんですよ。その後、2、3、9に殴り合わせたら、ね、3番が俺に入れるんだから、2番が俺に入れたら勝てるんですよ。どっちみち。8番強靭だった場合、2、3にローがいた場合、勝てるんですから。今日は、自投票してくださいよ。はい。5番さん、簡単ですよ。今日は8番に行きましょう。強靭でないのであれば。だって7番が5番守れるんですから。だから4人番目になるんですよ。あなたの意見通るんで。大丈夫です。今日8番に行きましょう。うん。あれ、なんか行けない理由あります？ないでしょ。明日2番すればいいじゃないですか。あなたが1分入れればいいじゃないですか。だって7番5守りするから。簡単でしょ？今日は8番行きましょう。うん。だって2陣内釣れるんですよ。私が怪しかったら私に入れればいいんじゃないですか。
うん。ってことです。まあ、プレイというのはしっかり見つめ直しましょう、6番は。6番、3番というのは、7番の言葉を聞いていましたか？あなたたちが間違っているって言ったんですね。7番の騎士は。あなたたちのプレイを変えろと言ったんですよ。はい。なら、腹は立つじゃないんですよ、6番は。7番への謝罪なんですよ。まあ、3番もそうなんですけども。騎士の気持ちを考えましょう。4、8、ローローでしょ。終わらなかったら2番か3番考えます。はい。5番さん、大丈夫ですよ。今日8番行きましょう。なんか8番に行けない理由があるんですか？ 8 番がロー見えてるとか。え？そんなわけないでしょうね。村だったら松絶対に8番釣りですよね。こんな生命力溢れる狼さんを釣らない村あるわけないですよね。今日8番釣り以上。全プレイヤーの俺を選ぶなんて悪い子だな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了。村人陣営の勝利です。3強人か。そうだよ、強人だよ。